お生まれになった時からこの北西、ここは行く。俺、北西の本家で生まれたんだ。そうなんですね。そしたらもうずっと生まれはもうやっぱりここではないけども、北西は北西でっていうことなんですね。学校はね、はい、ここはあのうちの土地だったんだ。北西小学校の思い出みたいなのってちょっと教えていただきたいんですけども。まあストーブ、石炭ストーブで。はい。石炭の台取ったんだ。石炭箱っていうのがあって、はい、それにあの当番が石炭小屋から持ってきて、はい、各部屋に置いて、それであの引いたり取ったんだ。ストーブの方は暖かいけど、後ろなんか寒くて。寒いは寒い。学校の裏にあの、ま運動場ってあの頃は言っとったんだけど、はいはい、もう遊び時間になったらもうみんな6年生まで遊ぶから、はいはい、もうぶつかったり怪我したり、まあ、もう喧嘩したりするの、はい、おとなしいやつはもうみんなもう壁の辺にしてこうやって立っとるだけだ、はい、俺は期間ほどだったからもう暴れまくってたからそば寄ってくるしていなかったけど学校から帰ったらもうすぐ遊ぶとこないから、はい、冬なんかはここへ来て遊んどったり、あの将軍山にあのスキー場があったんだわ、小屋があったんだ、あの古い小屋が、あれはもう雪でこうつながっちゃうんだ、はいはい、もう冬だから、はい、滑ってきて最後にその小屋を越えて飛んだりしてジャンプみたいな感じ、うん、今の北西1区から北西3区っていうのはこれは変わってはいない。3区は、はい、あそこはあの袋地っていって、はい、あそこはあの北西区でも違ったんだ呼び方が。向こうの山はもうあの運用地だと入れなかった、うん、え、なんか柵かなんかしてあったんですか。いや柵もなんもないけども、はい、入れんの入っちゃダメだっていう、うん、もうもちろん下住宅も建てれないし建てれないんだ、はい、消防団の伊藤さん団長されてたんですよね。学校卒業してちょうどあのみんな兵隊に行って、はい、いなかったもんだから入れって誘いに来たんだ、はい、消防団ってな銭金でねえんだって男の息で入るんだって言ったんだわ。おおそら入るさって入ったなんかその消防団の時のってなんかいろいろと思い出とか。いやー消防団あるある、40年も消防やっとったらいろいろあるある。ワンヨー車に積んで車ってあの馬車に、はい、馬車のちっちゃいやつに積んで、はいはい、で4人で砂利道こう行った、あの25丁の角まで行ったらもう走れんのよ、はいはいはい、何も役に立たんさ疲れちゃってそれからあの、うん「ラビット」ってあの手でこう引っ張って動くエンジンのついた、はい、あのポンプが。できてあのそれと変わったんだわ。ああなるほど。火事は北西で大きな火事はそこのあの線路の向こうの中野っていう家が焼けた時ね、二人で火事を持ってあの火消すのに、はい、もう終わって火、まあ、まあまあ終わって帰ってきたら俺はこっち側こう焼けとったし、あいつはこうやってやっとるからこっち側焼けて、そういうこともあったわ。